たかしら。明るい手ぬぐいに枕にして二人でいた横丁の風呂屋、一緒に出ようねって言ったのに、いつも私が待たされた。洗い髪が芯まで冷えて、小さな石鹸が溶けたのか。あなたが私の体を抱いて冷たい目で言ったのよ。あなたはもう捨てたのかしら。二十四色のクレパス買って、あなたが描いた私の似顔絵、うまく描いてなくていい。窓の下には神田川。